クランクインは桐山玲が通う学校の屋上で担任の教師と会話をするシーンからスタート。ずっと将棋レッスンとかをやらせてもらっていたり、結構いろいろ準備をしてノーインだったので、すごく楽しみにしていましたね。林田隆史役、高橋一生さんです。よろしくお願いします。行きます。はい、よーい、はい、スタート。復活かな。友達いないくせに。いや、僕はもう本当今まで通りお芝居と向き合ってっていう、美樹さんとどういう空気感を作れるかなとか、そういうことを考えながら現場に臨んでいる感じでしたね、今日は。それぞれもう始まったですかね。はい、はい、この人遅れてきてるんですか。いや、遅れてない、大丈夫、遅れてない。後でここちょっと出入りはちゃんと作りますけど、今最終形をちょっと形にしただけで、はい、大友監督の撮影方法はシーンを切らずに最初から最後までを何度もテイクを重ねることで知られている。ほら、もう一個行くぜみたいな。はいはい、みたいなことですよね。はい、もじもじ聞いてください。はい。何度もテイクを重ね、最良の表情を探り出していく撮影が行われた。撮影の合間もキャストたちは自らが演じる対局シーンの練習に励んでいた。はい、もうこれ無理じゃない。はい、出した。最低、本当に。僕は桐山玲。小学校3年生の時、家族は交通事故で一遍に消えてしまった。埋まらない空白を埋めるために来たんだ。ふざけないでよ。嘘ついてた顔したんじゃない。中学生でプロの棋士になった。天才だよ。てかお前ムカつくんだよ。負け犬でもミリオンの召し上がって。ご飯一緒に食べていきませんか。いいんですか。食べにおいでって言っても来ないし。そんなことないです。今度はこの人たちなんだ。不幸ぶって人の家に踏み込んで家族をめちゃめちゃに壊すのが。舐めてんじゃねえぞ。なんもねえってぐらい将棋しかねえんだよ。勝つことだけを考えろ。気づいたか、宗谷の秘密に。俺がなんとかさ。いいから行け。僕がついてる。最後まで諦めるな。大逆転だ。これは一人の少年と彼を巡る人々の魂がぶつかり合う愛の物語。3月のライオン。3月のライオン全編ブルーレイ& DVD 豪華版、9月27日発売。前編には200分もの豪華映像特典を収録。さらに宗谷当時の縮刷写真集や豪華ブックレット「桐山玲版将棋世界」を封入。 DVD 通常版も同時発売。後編ブルーレイ&DVD10 月18日発売。